así.演術との話はついた。みんな、これ、剣、手、みん、この戦、時を。それと、この二人は、終了し、陣入り、それはよ、殿の。はい、あの、よ、大凶。孫作の妻で、狂言の娘である。その美しさから妹の小京と共に二京と称えられた。孫権の死により孫家の長となった夫を支えたい。大京はその一心で戦場に立つことを決意する。みんな一緒に頑張ろうね。なんと孫作。今日も可愛いな、大将。孫作さん。みんな、行くぜ。竜葉を通して、事を平定するんだ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
いらっしゃい。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。偵察部隊、俺に続け。敵を打ち払いつつ敵手を突破するぞ。偵察のつもりか。ならばもっと隠密にせよ。動きが筒抜けの偵察隊など投資はせんぞ。お、あそこが敵の要所ってやつか。行くぜ、俺たちがぶっ潰す。もう来ないでください。あそこが敵の要所ってやつか。くせ、俺たちがぶっ潰す。門がこじ開けられた。魔
ないのか。おお、見事な戦ぶりよ。我らも遅れを取ってはおれぬな。攻略目標は決まった。進め。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。そこが敵の要所ってやつか。くせ、俺たちがぶっ潰す。孫作の将兵やりおるわ。ここは引くほかあるまいて。おお、無事に敵手を抜けられた。我らはこのまま南下し、敵の情報を集めよう。すげえじゃねえか、大将。敵の要所を叩く。強い
強すぎる。総魔王の攻め、まさに日の出の勢いか。無事五軍を制圧することができました。援護に感謝します。我らは極和の竜陽のもとへ向かいます。高等兵兵、いよいよ見えてきましたな。もう来ないでください。見つかってました。皆さんのおかげですね。さすがお姉ちゃん。ことのまあ、孫作様、炎術を倒すって張り切ってた。でも最近の孫作様、どこか焦ってるようで、私正直不安で。
不安になってちゃダメね。私が孫作様をそばで支えなくちゃ。よう、捜査行くぜ、みんな。今までの鍵、演術にたっぷり返してね。その結果、孫策は高騰をほぼ制圧することとなる。孫策は瞬く間に大きく強くなっていった。だが妻である大凶の顔色は冴えない。彼女の目には夫が生き急いでいるように見えたのだ。そんな中、大凶は孫策に呼び出される。よう、大凶。孫策様、わざわざ呼び出して悪かったな。お前の顔見たくなっちまって。いくら巨匠攻略でお忙しいからといっても無理はダメですよ。なんとなく顔色も優れませんし。じゃあちょっと一休みだぜ。孫策様。あの飛んでる鳥、なんだかわからねえが俺たちみたいだな。記憶の鳥ですか。雌雄の翼を合わせて一体となって飛ぶ、そんな伝説の鳥ですよね。ん、ああ、まあそんな感じだ。もう孫策様ったら。大凶、新しい時代の風だ。俺たち二人でどこまでも飛んでいこうぜ。はい、孫策様。